もぐさみひつじは中国の現代美術家、キュレーター、建築家、文化評論家、社会評論家。中国の現代美術がまだ始まったばかりの1980年代から美術家として活躍し、中国の美術及び美術評論を先導して世界各地で活動してきた。一方で社会運動にも力を入れている。妻は芸術家の道あを 本来の名は正美羊で、もぐさみ羊は筆名である。祖籍は、石膏省金華圏。著名な詩人であるもぐさおを父に、同じく詩人である、孔明を母に、北京で生まれた。もぐさおは、文化大革命で非難され、中国共産党から除名され、一家で、新疆をウイグル自治区の労働改造所に送られた。幼かったもぐさみ羊も5年間を、 労働改造所で暮らしている。1978年、モグサは授業を再開した北京電英学院に入学した。同期には中国を代表する映画監督となった、チン・アイカ、チョウ・ゲボらがいた。同じ年、モグサは公営、バトク・のぼるオー・カッペーらが結成した、文学後発の全衛芸術のグループ、星々画界の結成に加わる。 このグループは20世紀初頭の美術から、ポップアート、パフォーマンスアートまでを一気に展開したが、中国当局の圧力を受けて1983年までには、活動を停止させられ、主なメンバーは国外へ散っていった。1981年から1993年まで、モグサはアメリカに移り、主にニューヨークに住んで、パフォーマンスアートや、 コンセプチュアルアートの制作に励み個展を開催し、グループ展に参加した。ニューヨークではパーソンズ美術大学に在籍している。1993年、モグサは父の病気のため中国へ戻った。モグサは北京の東郊外の大戦勝で北京東村と呼ばれる実験芸術家のグループの形成を手助けした。このグループには蝶や馬6名といった。 パフォーマンスアーティストらが参加し1990年代前半の中国現代美術の焦点になった。またもぐさはこれら若い世代の美術家に関する美術書、黒川書、白皮書、灰川書を出している。北京国家体育場。2011年にロンドンの帝都モダンで発表したひまわりの種。京チンで1600人の投稿により制作された陶磁器製の種は、 大量消費、最新の企業に押される伝統的な工業に関わる人々、基金の非常食、一斉に太陽の方を向く花などを想起させる。2000年には、ひょうひろかず、花天雪ともに、グループ展、不合作方式ファックオフをキュレーションし、上海ビエンナーレにぶつけるように、上海市内で開催した。この展覧会は、肉体を酷使するパフォーマンスアーティストのみならず、 人間の本物の死体を用いた作品を作るアーティストまでが登場する激しいものであった。同じ2000年にもぐさは北京北東郊外の大仙古芸術区の近くに草鉢芸術区を作りそこに移転した。これは新築の倉庫風の建物や再利用した古い倉庫にアトリエやギャラリーなどを集積させた地域でもぐさも自らのスタジオ、リアル。 フェイクをここに開いている。2011年4月に北京空港で交流されたが、同年6月に保釈された。2015年よりドイツ在住。モグサは展覧会を企画するほか、自らも美術家として、オーストラリア、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国、アメリカなど世界各地で個展を開き、また大型国際展に参加している。参加した。 国際展の中には、1999年の第48回ベネツィアビエンナーレや2002年の第1回公衆ビエンナーレ、2006年のシドニービエンナーレ、2007年のドクメンタ12などがある。日本では森美術館やミサシンギャラリーで個展を開催している。2013年に北米を巡回したアイウェイウェイ展何によって展のキュレーターは 森美術館の片岡真美が務めた。2006年、モグサと HHF アーキテクツはニューヨーク州のハドソン川沿いにあるコロンビア軍で投資家で美術コレクターのクリストファータイの指定を設計した。ニューヨークタイムズによれば2008年に完成したこの家は中国現代美術のコレクションを収めるために作られるものであったという。モグサは北京オリンピックの主会場である。 北京国家体育場の建設にあたり、芸術顧問として設計者のスイス人建築家、ユニットヘルツォークドムーロンと共同制作を行った。モグサはオリンピック開催に失望し反対する考えを示していたが、これらは中国の報道からは無視された。後にモグサは国家体育場建設やオリンピック関係のイベントから手を引いた。2007年には、 北京オリンピックの開会式演出に起用された、最国境、超芸坊や、スティーブン・スピルバーグらに対して、モラルの判断や、芸術家としての責任を果たさずに、このようなイベントに関わることについて非難している。一方でなぜ、鳥の巣の設計に携わることにしたのかとの質問には、全民族の楽しいお祭りだと、当初は思っていたからで、 その後政治的プロパガンダに過ぎないと分かったので手を引いたと述べている。結局、モグサはオリンピック開会式に出席することはなかった。2008年5月の主戦王地震で多くの児童、生徒、学生が校舎の下敷きになり死亡し、家族の抗議を中国当局が跳ね付け被害の全貌が明らかにされないでいることに関して二千八年十二月十五日、モグサは 自らのブログを通じて犠牲の実態調査を始めることにした。このプロジェクトは事実、責任、権力といった事柄を考察するためのもので2009年5月12日の震災1周年までに地震で死んだ児童、生徒、学生すべての名簿を作成することにある。多くの情報が寄せられ2009年4月14日の 時点で5385人の犠牲者がリストアップされたが、この調査の拠点になっていたモグサのブログは管理者により削除された。モグサはなおも複数のブログやフォーラムを通じて調査を行っており、調査で集まった名前とこの調査に関して書かれた記事をまとめて出版する予定でいる。2009年8月に学校倒壊や欠陥を調査する目的で、 活動からと生徒史を訪問した際にも草は警官に殴打され、以後頭痛を訴えるようになった。9月には、ドイツのミュンヘンで入院し、脳内出血と診断され手術を受けた。2010年4月には、四川大地震2周年にあたり、被害者を記念するためにマイクロブログサイトのツイッターで、年と名付けた記念活動を呼びかけている。この活動の参加者は、 四川大地震で遭難した学生名簿から自ら被害者の名前を選択して読んで録音する。録音したファイルをモグサみ未製作室に送り、モグサがファイルを一つに編集するという形をと、収録した音声は四川大地震記念日の前にインターネットで公開する予定でいる。2010年11月、北京の自宅において中国当局により軟禁された。 モグサは、非戦王自身で校舎の下敷きになり、児童が死亡したことについて、当局の責任追及をしたり、上海市の人権活動家、兵正虎のドキュメンタリー制作に関わっていた。2011年4月3日、モグサは、香港へ行く予定だったが、北京首都国際空港で、出国審査を受けた際に、2名の出国審査官に、彼の助手と引き離され、他の場所へ連行された。 その後、もぐさの携帯電話の電源は切られ、もぐさとは連絡が取れなくなった。同時に、もぐさのスタジオ付近には15から20名の私服警察が展開し、もぐさのスタジオを捜索し取り調べを行うため、8名のスタッフを北京市日区南つ月出張所へ連行した。一方、もぐさの妻であるジアオは警察により一人自宅に軟禁状態となった。 モグサのスタジオの入り口前後50メートル先には立ち入り禁止区域が設けられ、いかなる人物も車両も近づけなくなった。振動美白でモグサ耳をキーワードで検索すると関連放棄及び政作に基づき検索結果は表示しませんと表示された。同時に振動はモグサの高速関連の内容をべて遮断し、アメリカの著名な建築家ラペイアス・ウッズは 自身のブログで生徒で建設中の私のプロジェクトを一時中止する。さらに、もぐさみ羊が釈放されるまで中国に関連する全ての建築プロジェクトを一切受けない。という声明を発表した。4月6日の時点では中国の国営メディアはもぐさの拘束は出国手続きの不備によるものとしていたものの4月7日に中国外務省はもぐさは 経済犯として逮捕されたと述べ、後に、もぐさのスタジオによる、脱税容疑が原因とされた。2011年4月4日、国際人権救援機構アジア太平洋、地域責任者のサムザーリフィは、もぐさは、中国ジャスミン革命についての呼びかけに一切関与しておらず、もぐさを逮捕する理由は見当たらないと指摘した。妻の道青が、AP 通信の記者の取材に対し、 警察はモグサミ羊がどこにいるのか、なぜ彼を拘束したのか、またどのくらい拘束するつもりなのかについて一切答えなかったと話した。ドイツのギド・ベスターベレ外相、イギリスのウィリアム・ヘーグ外相、フランス外務省、アメリカ合衆国国務省、クラブクラブは中国当局にモグサを直ちに釈放するよう求めている。モグサは同年6月22日に保釈となった。 報道によると、理由は、モグサが罪状を認めたことや持病を考慮してのこととしているが、前期の国際的批判を交わすためとの観測も、されている。釈放後の6月末、北京市地方税務局は、モグサのスタジオに対して、脱税を理由に一、200万円以上の巨額の追徴金支払いを命じた。モグサはこれに抗議して裁判所に、支払いの取り消しを求めて提訴した。 翌2012年6月にようやく裁判が始まったものの、スタジオの代表である妻の道青だけが出廷を許可されモグサは出廷を拒否されている。釈放後、中国当局にパスポートは没収されていたが2015年7月22日、モグサは自身のツイッターやインスタグラムのアカウントにパスポートを取得したことを明らかにした。 英国王立芸術学院が9月から12月にかけて、モグサの作品の展覧会を催すため、モグサはこの展覧会に参加するために、イギリスに6ヶ月の商用ビザを申請したが、イギリス当局は犯罪歴を申告しなかったとして、発給を認めず、20日間のビザしか認めなかった。モグサと、モグサを支援している複数の人権団体は、起訴されたことも、 有罪判決を受けたこともないと主張し、イギリスの対応を批判している。この申請期間中の2015年10月に、習近平国家主席がイギリスを訪問することから、イギリスがこれに配慮して、人権問題よりも中国との貿易を優先させた後の見方もある。一方、北京のイギリス大使館は、ビザ発給を拒否した事実はないとして、モングサが申請した前期間に、 イギリスに滞在できる許可を出したとしており、モグサの主張を否定している。モグサは結局7月30日にイギリスではなく息子が住むドイツに出国した。2015年7月31日、イギリスは一転してモグサの申請通りのビザを発給すると発表した。また、モグサに謝罪の手紙も送ったという。ありがとうございます。